玄武洞に向けて、いざ工事中ですけど、現在工事中なんで皆さんね、あ、もうすぐ近くやん、すぐやん、よかった。あ、すごいなこれこれすごいな。休憩所ですね。思ったよりすごかったな。あれがこれがそうでしょ。でかっ、ちょっと思ってる以上にでかかったね。これはすごいね、さすがに舐めとったな。これはすごいわ。天然記念物、あ、白虎水族館、玄武、青龍あるんやな、全部。これが玄武、あ、全部あるんや、ちゃんと。お前これ全部行くのしんどいな。うわーなってるもんな。あ、これが清流。そう、なんか水がでっかー、めっちゃ響くやん声が。あ、これ伝わらないなこれ。あ、めっちゃ声響く、すごい。なんでこんなになるのね、不思議やわ。不思議やわ。めっちゃオタマジャクシおる。めっちゃオタマジャクシおる。めっちゃおる。久しぶりに見たわ、ためちゃくちゃ。みんなお金を。向こう。天然記念物。向こうに、白虎と、スダクが、あれらしい。そこはここでなんかちょっといびつや。いびつな形。崩れてもおかしくないね。あ、これ近いな、距離が。入っていけば行っちゃうからじゃないですか。近いから。我慢できないやつが。二重にすることでより絶対入るじゃない。絶対入るじゃないぞっていう警告よ。いや、あったんだね、過去ここまで落石が。分からんけど、だってもうあんなんもう上から落ちたらもう真下やけな、あれすげえなこれマジ。一個ずつがこう出てくるよな、これが。すげえな、なんでこんな立体的になるんだろう。四角、なんかところてんみたいな感じよな。ところてんみたいな、グニョーって押したらそのままにおって出てきそう。え、これ白いやつ。あれ、あ、こっち白いやつの、あー、あれか。今下に降りてくるやつなんだ。あ、これだ、これこれこれ、めっちゃ見える、ほら、そうそうそう、くっきり。すごいな、このカメラの性能。夏ですよ、ジンミン泣いておりますよ、皆さん。これ、あ、こっちの方
あ、そういうこと。あ、別の場所にあると思ったら同じとこにあった。あ、やっぱ水があるんや、こっちは。南須崎、距離離れたもんと思ったら普通に近くに南須崎。違う向き方、これもなんか違うやん。なんかな、粒がでかい、不思議。これが来た、角がでかいな、こっち来た方が。なんか真下に降りてるな、これ。なんでこんなったかも自分で調べてください。人に頼るってあれでね、自分で調べるが大事。そう、何でもかんでも解説するねわけじゃない。まあ簡単に言えばググれた。そう、学ぶことを覚えないで。蝶々が、綺麗な蝶々が、うわ、近くまで来てくる。薄いたがり系蝶々。で、ここに来ると戻ってくると。はい、これが駐車場ですよ。皆さんぜひ玄武洞ミュージアムとこちらセットで。これなんて4分、なんとかなんとか